なんか最近いろんな動画見たけど、YouTube で。めっちゃおもろかった動画あるわ。なんか韓国人が日本にいて放送やってみたとか。それめっちゃおもろい。わからん。なんか、東京のめっちゃ有名な放送行って、韓国人がいて、1日だけ放送をやってみたの動画があるのよ。放送じゃない、放送。あ、YouTube であるよ。なんか、かっこいい人いっぱいいるな、放送って。だから行くんだと思っちゃったわ。で、そこの、VIP のルームがあるけど、それが、1ヶ月、150万円使ったらできるとか。VIP って何がいいの？なんか静かに話できるとかじゃない？飲んでも行こう。俺そんなにお金ないよ。好きな人を一人占めできる。なんで知ってるやん。いや、俺には、放送とかは、大学的に、ちょっと厳しいですね。無理です。そこで、お客さんに、ゴミって、できないやん。無理です。なんか、日本の放送って、法律的に OK なの？いや、OK か。今、放送で働ってるリスナーいますか？ああ、今日は忙しいから、いないかも。いや、今度、リスナーの中に放送行ったら、今度日本に行くときに行ってみたい。動画とてもいいっすか？再生数うまそう。